題作文。どうも、篠原です。今回はですね、決定版竹馬博信の英作文が面白いほど書ける本の使い方と特徴について話したいと思います。結論から言うと、この本、非常にいい本。めちゃめちゃすごくいい本です。で、これまで俺は自分の塾生に対して、毎回英作が出る場合はこれを使うことを最初に、まあ、指定しています。例外的に、まあ、他の教材でも十分英作の勉強できてますよとか、この前あったのがその東大受ける子で、学校の方で英作結構がっちり勉強してると、で高2なんだけど東大の過去問やってみって言ったら、やってみたら解けたっていうね。そういう場合とかだと、まあ、二重になるんでやらないけれども、基本的にはこれやれと指定します。英作が出る大学だったらこれをとりあえずやろうと、やって勉強しようっていうふうに指定します。で、何がそんなにいいのかっていうと、まずすっごく網羅的なんですよ。英作文っていうのは、まず英文法を勉強するんですね。で、この英文法を勉強して、この英文法の文法通りに、英作でよく使うキーワードを文法通りにぶち込んでいっていくというのが英作文の基本的な戦い方なんだけれども、このキーワードがマジでいい感じに選ばれているし、この英文法でよくミスるポイント、実はこれ自動詞なんだとかね、実はこれ他動詞ですみたいな、そういう英文法でよくミスるポイントも書いてくれてる。しかもこのキーワードのニュアンスまで押さえてくれてるという、めちゃめちゃいい本です。めちゃめちゃいい本なので、基本的にはこれはもうやることを指定してます。で、まあどうやるかなんですけど、全部で60章あるんですね。全部で60章あるので、これを、5章かける12週間に分けてます。1週間あたり 5章ですね。1週間あたり5章で12週間で、これを2週から3週します。で、模範解答とかは1個目を覚えたら別にいいよっていう風に言ってるし、キーワードはまあできるだけ覚えてほしいんだけれどもみたいな感じで言ってます。演習問題に関しては2週目以降でいいよっていうケースが多いですが、1週目でできるんだったら1週目でも結構です。何よりも大事なのはこのキーワードを覚えることなんですよね。このキーワードとか、その文法的によくミスるぞみたいなポイントとかをしっかり見ておくということが大事で、まあもうこの教材やってもらったら、まあ東大は大丈夫ですね。で、阪大は微妙かな。もう一冊やりたいかなぐらい。京大はちょっと無理ですね。でもまさにそういうレベル。つまり、まあ東大とか、京大とか、阪大とか、そういうレベルをどこでも狙えるようになるというような、まあ、ファーストステップとしては、まあ最高の一冊ですね。一応この本をマスターした段階で、まあ、そうだな。基本的に高2だったら最強ですね。で、高3だったら、一部の大学、英作文にすごく力を入れている、まさに京都大学だとか、あと国際教養大学みたいなちょっと特殊な大学以外はもうこれで戦えるので、ぜひですね、この竹岡の英作文使ってみてください。ちなみに俺、竹岡博信さんから1円ももらってません。なので中古で結構です。CD 付いてるけど、 CD を使って音読しましょうっていうこともあるけど、まあでも CD 使わなくてもまあ大丈夫かな。それぐらいの本です。竹岡博信さんがもしこの本見てたらね、僕はもう、この本でこの動画見てたら、本当にありがとうと言いたい。こんな素晴らしい本作ってくれて本当にありがとうと言いたい。竹岡博信先生はもう本当にあれこそ先生だよね。並大抵の政治家よりも先生ですよ、あの人は。だってもう英語教育に命かけてるもんね。その人がもう英作文の本を書いた上で決定版ってつけてるんで、もうこれはね、マジで使うべきだと俺は思うぞ。この本以上は多分ないんじゃないかなと思いますね。なのでぜひ、これ使ってみてくださいというところでした。角川さんの回しもんでもありません。竹岡博信さんの回しもんでもありません。ですが、うちの塾生に対して使っていて、かなり結果が出てるんで、ぜひ興味ある人は、買ってみてください。今回のこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。